こんにちは、犬とびです。今日はですね、筆の寿命についてお話をさせていただきたいです。筆の寿命、今ですね、私筆レポートと言いまして、ブログにですね、いろんな筆を買ってきた感想記事を書いています。で、あれがいいだ、これが悪いだみたいなね、なんかね、一枚に言ってるんですけども、でそこで筆の寿命をね、書いてないんだという最近気がつきまして、まあ使用1ヶ月後の感想とか、まだね始めたばっかりなのでそこまで言ってないんですけど、それとともにね、今後はね、1年後その筆はどうだったのかみたいなのまでね、息の長いブログを書けたらなと思っております。でそこでですね、じゃあ一般的にね、書道で使われる筆の寿命ってどんなもんじゃいと思いまして、で、お話しします。毎日使う人だったら半年から1年ぐらいかな。でこの1年もですね、その1本だけを親の仇のように使い倒していたらもうね1年も持たない、もう6ヶ月持つのかしらって私は思ってしまう。おそらく持たない。で毎日使う方はね、まあその練習の量にも、よるかも。でも毎日使うんだったらやっぱり3本は欲しいですね。もうこれだって決めた筆があったら同じものを3本買ってじゅんぐりじゅんぐり使い回す。これが一番いいやり方かな。寿命が長くなるやり方で、次に週に数回程度しか使わないよっていう方であれば、まあ1年から2年持って2年ですよね。やっぱりその本当長く持たせたければ、あの洗い方とか保管方法とか大事ですよね。本当使ったらしっかりと墨を落として毛の形を整えて乾燥させてあげるということですね。で、あと保管するときって意外とね、なんかポイってなるかもしれないんですけども、あの理想的な形としては毛先をこう、あの上にして吊るす人もいますよね。私はもうあのほら、筆のこう先に輪っかがあるじゃないですか、軸の先に紐がね、あれに、あれを利用して、あの、まあ、その天井みたいな筆を引っ掛けるとこを作ってるんですけど、そこにずっと吊るしっぱなしです。でまあ、ね、そんなね吊るしっぱなしなんてね、なんかこう見た目もあれだしっていう方は、まあその筆巻きなどを使ったりとかね、そうやって保管をされるといいかなと思います。でですよ、これはもうオーブでの話なんですけども、まあ、小筆、特にですね、特に金文字で使う小筆というものの寿命というものを聞いた時ね、私はね、嘘でしょと思いました。本当にびっくり、驚きますよ。1週間です。2、3本使い回しても、1週間なんだって。私1年ぐらい使ってるけどと思ってですね、これ驚きました。まあ、その私が使ってる1年というのを、まあ、言うたらですね、6本ぐらいをこんなのじゅんぐりじゅんぐりしてたので、結局練習量が足りてなかったのかなと思います。で、まあ、この本当この1週間というのは 2、3本使い回してですよ。それで1週間、ね、あんまり長持ちするようじゃない、逆にね練習サボってたんじゃないって言われるような世界です。驚きました。もうね、どんだけお金がいるんだというふうに正直思います。結局ね、金のそのめちゃくちゃデリケートな線を出すには、もうね1ミリたりともね、穂先がね擦り切れてたりね、動きが悪くなったりしてたらダメなんですよね。ただですよ、これはもう本当、もうなんだろうな、もう上級者の上のそのもう本当もう一握りの人じゃないかなと私は思っております。実際どうですかね、 2、3本1週間しか置かなくてポイポポポ捨てれます？私はね、もうそこまでね、あの心が広くないので、ダメだな、使っちゃう。もうそれだったら自分のスキルを上げて、そんな筆でも書けるようになりたいって思ってしまう方です。
まあ、このような小筆といいますか金文字の筆なんですけども、じゃあね、使用した後はどうしたらいいのかといいますと、もう決してね、あの水で洗ったりはしないでください。まあ、小筆はね、小学校の頃使ってるので、これは水で洗っちゃダメよって先生に教わっているかと思いますが、決して水は使わない。で、まあ、穂先に残った墨をですね、まあ、その書き損じた紙とかでこう軽く拭き取る、まあ、その時に拭き取る紙にちょっと水を含ませたりしてもいいんですけども、でその形を整えて乾いたらキャップをかぶせておく。このキャップをかぶせて、置かないとですね、ほらちょっとどこか先っちょが当たってしまって、こうクリッて曲がって、次に使う時もうそのクイッと曲がってるのが治らなかったという経験はないでしょうか。子どもの頃はね、よくあるだと思うんですけども、もうポイントは乾いてからキャップをかぶせて保管ということでですね。で、まあ、次じゃあその保管していた筆を使いましょうという時はですね、その前に下ろしたところまで穂先をですね、墨の液に浸してからですね、浸しては拭き取りから浸しては拭き取りで、そこで丁寧に丁寧に下ろしていきます、ね。間違ってもね、歯で噛んだりしないようにそんな人はいるのかなとちょっと思うんですけども、注意事項で書いていたりします面白いですよね。硬いからね、歯でクッてやる人いるんだろうね。はい、そんな感じですね。今日は、まあ、ちょっと筆の寿命とちょっとした豆知識みたいなお話をさせていただきました。最後まで聞いていただきありがとうございます。イメトビでした。すいません、最後に告知させてください。今度7月26日金曜日と7月27日土曜日に、福岡県飯塚市河津にある憩いテラス飯塚店にてですね、犬飛びが美文字の教室を開催することに決定いたしました。で、時間はですね、10時半から12時までの約1時間半ですね。で、こちら参加費用は500円で、フリードリンク飲み放題とおやつも食べ放題というスペシャルな企画となっております。で、ただですね、こちら憩いテラス飯塚店様の決まりというか条件として女性限定の施設なんですよね。なので大変男性の方には申し訳ないんですけども、今回は女性限定とさせていただきます。で、定員はですね、おそらく12名まで、になります。ちょっとね、その小規模でさせていただこうかなと思っております。この2日間とも同じ内容のレッスンなので、まあ、もちろんね、2日間来ていただいてもいいですけども、どちらかでも全然大丈夫です。ぜひね、今回、そうですね、自分の字が例えばね、あまり好きじゃないとか、なんかね、正しく読んでもらえないんだよねとか、人前で書くの恥ずかしいんだよねということで、もう人前でも自信持って書けるような字を自分で勉強していくことができるためのレッスンです。例えばね、お手本がないからとか、なぞり書きするものがないからとか、そういったものを教材を使わずに自分で作ることができるというちょっとしたコツをお教えします。興味のある方、私のアメーバブログリンクつけておきますので、そこで、詳細を見ていただき、気になる方は申し込みされてください。よろしくお願いいたします。はい、じゃあすいません、告知でした。